河野防衛大臣はバンコクでアメリカ、韓国と相次いで防衛大臣会談を行い23日に執行期限が迫った日韓の軍事情報保護協定 g s o m i について議論を交わしました <S g s o m i の継続に後ろ向きな韓国その姿勢を改めてほしい日本とアメリカでしたが議論は平行線をたどりました 日米韓あるいは日米・日韓連携が重要だという認識は3人とも共有していると思いますかたくなな対応をとる韓国は来年4月に総選挙を迎えるお国事情があります世論調査ではジーソミア破棄に半数以上が賛成していてムン大統領としては残り2年の政権運営を考えるとここで国民感情を無視することはできません しかし北朝鮮をめぐる問題では参加国の連携は必要不可欠ですそのため日米韓の共同声明では GSOMIA との文言は入れなかったものの情報共有の重要性では一致しています GSOMIA 抜きで北朝鮮問題に参加国で緊密連携できるか予断を許さない状況が続きます